みんな準備できた？始まるよ。もう待ちくたびれましたわ、平蔵さん。はよ始めてくれ。大王オニカブトムシ、おとなしく俺様の凱旋を待っていろよ。さあ始まりますよ。芝居で学ぶ詐欺にご用心、鹿の院の詐欺防止劇場へようこそ。司会の平蔵です。今日はこの機会に詐欺について少しお話しさせていただきますね。詐欺防止のために経験豊富なゲストをお招きして、詐欺対策のちょっとした芝居を披露します。拍手でお迎えしましょう。エツさん、イバジーさん、荒滝イット。では早速芝居の始まりです。うららかに晴れたある日のこと、エツさんが年老いたイバジーさんを連れて事件の報告をしに奉行所へやってきました。慌てたエツさんを熱心に出迎えてくれたのは荒滝同心です。荒滝同心、助けてください。祖父がうっかり騙されてしまったんです。荒滝同心、俺のことか？台本を読んでいないせいか、荒滝同心は少し戸惑った様子で、あの有名なセリフを吐きました。俺は誰だと。あなたは荒滝同心、同心様なのですよ。そうか、俺は同心役なんだな。わかったぜ、問題ない。姉ちゃんよ、誰がじいさんを騙したんだ？俺ら奉行所はお前のために正義を貫くぜ。わかりません。気づいた時はすでにお金を持ち去られ、小さな紙切れだけが残されていました。荒滝同心は事態が単純でないことを悟り、顔をしかめながら相手の持ってきた紙切れを手に取って読み始めました。私は雷電将軍です。南十字戦隊に誘拐されてしまい、20万マラの身代金が必要です。今すぐ荒島北方の海辺に用意してください。私が自由の身になれば、あなたを天領奉行の大将に任命します。将軍様じゃぞ、危ない目に遭わせちゃいかんだろうが。ああ、だがこんなもん一目で詐欺だとわかるだろう。20万もらって雷神の価値がこれっぽっちなわけないぜ。せめて30万もらったかだったら信用できたが。私も嘘だと思いますが、祖父はもうお金を渡してしまいました。じゃあ早く取り戻してこいよ、まだ間に合うか。取り戻しに行こうとしていた矢先に祖父のところにまた紙切れが届いて。荒滝同心はそれを手に取って読みました。私はひなです。写真集の出版のために資金調達をしております。緊急で30万もら必要なので、ぜひ応援してください。ご送金いただいた方には限定のサイン入り本をプレゼントします。ひなさんか、一大事じゃ。ひなさんを困らせるわけにはいかない。そうだぜ。なあじいさんよ、30万もらで足りるか？足りなかったら俺も少し出すぞ。俺様も写真集が欲しい。いや、ひなさんの力になりたい。これは詐欺ですよ、荒滝同心、しっかりしてください。そうだ、ひなさんがもし金に困ってるのなら真っ先に俺のことを思い出すはず。俺様はひなさんの大ファンだっていうのに、なんでこんなじいさんに。助けを求める相手は俺様だろ。しきしょう。それから祖父は送金して間もなくまた紙切れを受け取ったんです。荒滝同心は紙切れを取って大声で読んだ。俺は荒滝イットだ。最近はめられて投獄されちまって、50万もらの保釈金が必要になった。助けてくれ。出られたら荒滝派全員を連れてお前の家までお礼に行くぜ。そいつも詐欺師じゃろ。50万もらも請求するとは、そんなやつは聞いたこともないわい。おい、
これは詐欺に決まってるだろう。荒崎一斗はこの俺様だぞ。あなたが荒崎一斗ですが、名札が。荒崎同心が越さんの目線を追い、胸にある名札を見ると、そこにははっきり荒崎半斗と書かれていました。うん、なんだこのくだり。俺様は俺様じゃなかったのか。でしたらこの保釈金。いや、俺様はそんなこと。いや、この荒田キッドが何の罪もない人間に保釈金を要求することはなんざ絶対にね。これを書いたやつは詐欺師だ。早く捕まえに。しかし荒田同心が義憤に駆られたその時、越さんの泣き声が彼の注意を引きました。越さん、俺が必ず犯人を捕まえてみせるから安心しな。犯人が捕まったとしても、騙し取られたお金は取り戻せないかもしれません。祖父の鬼カブトムシはどうなってしまうのでしょう。鬼カブトムシ、それがどうかしたか。祖父は村では有名な鬼カブトムシの養殖屋なんです。祖父の育てた鬼カブトムシは大きくて強いので、買いに来る人がとても多くて、最近は大きな受注があったのですが、養殖場の広さが足りなかったので広げようと思っていた矢先にお金が取られてしまって。契約書は締結済みですし、納期に間に合わなければ祖父は多額の賠償金を支払わなければなりません。私たちはどうすればいいのでしょう。これが泣き面に蜂ってやつか。孫よ、心配するな。俺は先祖代々の家を売ってでもこの穴を埋めてみせるぞ。そしたらどこに住むんですか。荒滝同心様、どうか助けてください。必要なのは奪われた50万モラなんです。貸していただくのでも構いません。祖父の商売は順調です。お金を出してくれるなら、今回を乗り切れさえすれば私は喜んで。そんなこと言うな。俺様は公職についてるんだぞ。そんな人の足元を見ることはしねえ。私は喜んで鬼カブトムシ養殖基地の所有権を一部お譲りします。そんなことかよ。別に魅力的でもねえが。え？鬼カブトムシの養殖基地か。何匹ぐらいいんだ。ま、100匹超えるぐらいいりゃ。いい、1万匹じゃ。なんだ、1万匹だと。そんな数見たことも聞いたこともないぜ。どうか助けてください。なんとかしてくださったら鬼カブトムシ1万匹を差し上げます。鬼カブトムシ1万匹飼っておけば幼虫を産んで、そんでその幼虫がさらに幼虫を産む。荒滝同心は突然襲いかかってきた幸福に包まれ、桃色の微笑みを浮かべました。彼の選択はいかに。エツさんよ、俺様は決めたぜ。その事件解決してやるよ。だが1万匹は多すぎるな。千匹、いや500匹で十分だぜ。天領奉行の同心として困ってる奴を助けるのが俺様の役割だ。こんな時にうまい汁を吸うわけにはいかねえ。荒滝様、あなたは素晴らしいお方です。威厳があってかっこよく、並々ならぬ正義感、他の人とは全く違います。そんなの当たり前だろうが。さて、解決すべきことは残り一つのみだ。他にどうかされましたか。問題は俺様の金がどこにあるかだ。平蔵のあんちゃんよ、芝居の中の俺様の給料はどんな感じだ。告げる家業とかはないのか。要するに50万もらって払えるのかよ。荒滝同心は少女に懇願されながらも必死で冷静さを保ちました。
そしてあの有名なセリフを吐きました。俺の金はどこだと。そして突然、小袋から今日支給されたばかりの給料の小切手を取り出すと、そこに書かれていた金額はまさに50万モラでした。おお、たまげた。俺様の運が良かったのか。まさに神の引きだぜ。今日が俺の給料日だったとはな。エツさん、この50万モラを受け取ってくれ。本当にありがとうございます。荒滝様、どうされました？状況にかすかな変化があったのは、荒滝が小切手を渡そうとしたその瞬間でした。なんと彼は小切手の片方を2本の指で強く挟んでいたのです。手を離していれば小切手はエツさんの元へ行っていたでしょう。しかし彼は手放さなかったのです。荒滝様、話してください。待てよ、なんだか妙だぞ。荒滝同心は迷っているようです。何を疑っているのでしょう。果たして彼は肝心なところに気づくことができるのでしょうか。おい、エツさんよ、これって詐欺防止のための芝居なんだよな。え？荒滝同心の直感がきらめきました。詐欺防止ってんなら一つ質問がある。彼はあの有名な質問をしようとしているのでしょうか。つまりだな。来ますよ、皆さん、とくとご覧あれ。おお、同心の給料ってそんなに高いもんなのか。50万モラもあれば雷神を救えて、ひなさんの写真集も出版できる。そんなこと全部同心の給料でできることなのかよ。おかしいぜ。おい兄弟よ、俺様はもしかして騙されてんのか。場外に質問するなんて反則だぞ。平蔵、そうだよな。これはまさに直感のきらめきです。彼の直感はまだ諦めてはいない。直感で自らを救おうとしているのです。旅人、この泥沼にはまったかわいそうな人を助けるかい。心の声を聞くか。そうだよな、同心の給料が50万モラあるなんてありえないもんな。かわいそうな被害者であるエツさんとイバじいさんは同心の俺様のところに助けを求めてきたが、俺様は明らかに不合理な50万モラを出してきた。残る可能性は一つ、この50万モラの小切手は偽物だ。詐欺師はこの俺様だったのか。この50万モラの偽小切手を使って、俺様は危うく2人の鬼カブトムシ1万匹を騙し取るところだった。くそ、なんて意地の悪い流れなんだ。主人公こそが真犯人だったとは。エツさん、こんな偽物の小切手は渡せねえ。本物の50万マロを手に入れられるように頑張るから安心してくれ。結局自分の心の声に耳を澄ませた荒滝同心は、意外な形で詐欺に騙される結末を免れることになります。しかし残念、彼は肝心な問題を見逃しています。果たして天から鬼カブトムシは降ってくるものでしょうか。皆さん、空から鬼カブトムシが降ってくることはありますか。モラが降ってくることはあるでしょうか。それともそのようなことはありえませんか。鹿の院の詐欺防止劇場をご観覧いただきありがとうございました。ちょっとした利益を貪ることなく冷静に判断すれば騙されることはありません。それではまた次回お会いしましょう。待てよ、ヘゾなんじゃん。さっきの詐欺られるのを免れたってどういう意味だ。俺が詐欺師じゃなかったのか。台本をよく読んでないのが悪いんだぞ。詐欺師はエツとイバ、お前は騙される方だ。なっ、この俺様が
騙されただと？くそ！そんな事実受け止められねえ。でも結果的にはお金を守れたし、詐欺師も思惑通りにはいかなかったじゃない。それは単に運が良かっただけだ。結局俺様は騙されたんだ。別に初めて騙されたわけでもないだろう。今回はあんなに卑劣な手口に引っかかったんだぞ。打撃が半端ないぜ。その手口が未だに使われているのには理由がある。軽蔑していると損するよ。だがそんな安っぽい手口で騙されてたらどうやって兄弟たちを守るんだよ。ほら、もう自分を責めるのはやめなよ。そういえば今日は僕ですら騙されたんだよ。これで少しは気が楽になった？慶三のあんちゃんも騙された？ありえないぜ。そんなことをでっち上げてまで俺を慰めなくてもいいんだぜ。本当だよ。僕が事前に用意した報酬を見てみてよ。こいつなんか動かねえぞ。そうなんだ。お恥ずかしいことにこれはただの作り物だったんだよね。はあ？作り物って偽物？そう、僕のせいなんだ。売り手の広告詐欺に気づかなかった。道端の鬼カブトムシ屋さんに騙されるなんて僕は本当にバカだよ。お前本当に騙されたのか？そうか、欲しかった鬼カブトムシは手に入らなかったが、平蔵なんちゃんも騙されたと知ってなぜか急に気分が良くなってきたぜ。俺様の知恵は平蔵のあんちゃんに匹敵するってことか。思っていたよりバカじゃなかったみてえだな。兄弟よ、今や俺たち3人の中で騙されていないのはお前だけになったぜ。だがそれは俺たちがバカってよりも詐欺師が狡猾すぎたんだ。お前も油断するだよ。俺様と平蔵なんちゃんが騙され共に成長できた証としてこの作り物をお前にやる。今後はこれを見て今日の詐欺師がいかに狡猾だったか思い出してくれ。気を抜かず絶対詐欺なんかに会わないようにしろよな。絶対に騙されないようにね。